山城温泉。加賀温泉郷の中心に位置する山城温泉。1300年以上前に高僧行基が霊峰白山へ修行に向かう途中、湯の中で傷を癒している八咫烏を見つけたことにより温泉が発見されたと言われています。長い歴史と美しい自然、親しみ深い人情から山城温泉は歌人与謝野晶子や芸術家北王子魯山人がこよなく愛した地としても有名です。山城温泉の湯は陰泉も可能な長寿の湯と呼ばれ、痛風や糖尿病、肥満などに効果的とされています。こちらは温泉地中心部にある山城温泉湖総湯。湖総湯周辺は湯の川と呼ばれる歴史的な町並みが残されており、日本の温泉の原風景ともいえる景観を楽しむことができます。